お前が、あのロボットを操作していたネネか。ネネちゃん、そんなにしょんぼりしないで、ね。今、充電したよ。これで問題なく動く。充電を忘れただなんて、そんな単純なことで、俺たちのショーは。ごめんなさい。謝ってもどうにもならん。司くん、ネネも悪気があったわけじゃない。昨日解散した後も残って遅くまで練習していたんだ。それに充電の確認をしなかった僕にも非がある。でも次は必ず。次だと。じゃあ今日の客はどうなる。ショーは毎日変わる。その時の一回一回が勝負だ。だから俺たちはいつだって成功し続けなきゃいけない。お前たちだって今日このショーを成功させたかったんだろう。なあ、そうじゃないのか。全部私のせいだ。私がロボットなんか使わなくても人前に立ててれば。ねね。ああ、そうだな。その通りだ。そもそもずっとこそこそ隠れてロボットなんかで話してる時点でおかしかったんだ。人見知り？人前に出られない？ふざけるな！客と向き合わないで最高のショーができるわけないだろうが。司くん、やめてくれ。ごめんなさい。ねね。ねねちゃん。今のは言い過ぎじゃないか。客と向き合わないで最高のショーはできない。それはそうだ、間違いない。でも君はもっと簡単なことを見落としてる。最高のショーは一人じゃできない。ずっと一人でショーをやっていた僕が言うのもおかしな話だけどね。久しぶりに誰かとやってみて思い出したよ。同じ気持ちの仲間がいればショーはどこまでも面白くなっていくんだ。だからやはり仲間は素晴らしい。なのに君は反省する仲間を追い詰めて何になる。残念だけど君のショーへの思いはとても程度の低いものだったみたいだね。違う！俺はずっとこのショーを最高のショーにするために本気で頑張ってきた。今回だけじゃない。いつかスターになるために俺はずっと。スターになるために。ああ、なんだ、本当に言葉通りなのか。君にとってショーは自分の目的を果たすための手段に過ぎないんだね。何？それはどういう。僕はもうここには来ない。な、それと君はスターになんてなれない。どういう意味だ。俺がスターになれないだと？ルイ君。私今日とっても楽しかったよ。みんなとお客さんの前でショーできてすっごく楽しかった。だからまた頑張ろう。今度こそ成功させようよ。司くんは楽しくなかった？こんなの楽しいわけないだろ。どうしよう。みんなの笑顔なくなっちゃった。ねね。あ、悪かったね。僕が誘ったせいだ。それに充電についても確認するべきだった。私が悪かったから。あれ？
ロボは。もう使うこともないだろう。置いてきたよ。もう無理にショーに出ることもない。くそ、なんでこんな。俺はただショーを。今何かが光って、スマホか。アンタイトル。どうして今。また困った時はいつでも来てほしいな。静かだな。誰もいないのか。いつもはすぐにミクたちがやってくるのに。クス。泣き声。一体誰が。クス、クス。あのぬいぐるみが泣いてる。